こうだな。よし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 。恐竜拳。行きましょう。相手はザンギーフ。さあ、どういう戦い方をしてくることなんでしょうか。やめてくれー。きついよー。暴れちゃおうかな。かなり来るな。痛い。いやー、届かない。これはでかい。怖いなー。はい、昇竜拳。これは間に合う。パリかなー。来ない。いやー、なんかすごいことになっちゃった。おいやー、破衝撃が出ないよ。いやー、これ昇竜拳危ねえ。お互いにドライブゲージ吐き尽くしたな。さあ、これどうしよっかなー。これこうだな。オッケーオッケーオッケー。甘い。こうかな。ほらー、いつもの中竜巻からのインパクトで画面端コンボ。ぬー、まあしょうがないと。やめてください。飛んじゃおっかな、これ。はい、まあこれ大丈夫。暴れる。はい。あ、これは、あ、いや、結局食らうんかい。意味がない。いたいたいた。やめてSA3 警戒で垂直ジャンプしたら SA2 だった。そんなことある。いやー、昇竜拳が出る。昇竜拳下段。これ走っちゃってもいいでしょう。波動拳 OK。 これでかい。ほっ。いやー、痛い痛い。下がるしかないな。はい、昇竜拳出たね。これは終わってほしいよね。おいー、やはり中断。うおー、おいー、ラッシュからの中断は減ります。ザンゲーフでも倒せちまうぜ。よし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 。すごい、本当にプロレスしてる気分だな。あー、どちらが勝つのだ、このプロレス合戦。どうしようかな。痛い。暴れる。痛いな。あえてね。いや、なんでやー、それはないよー。痛い。いやー、おー、たまにあるんだよなー、おこらし。うー、いやー、立ち弱系からね、あれ打ったつもりだったんですけど、弱竜巻。昇竜拳こうだな。よし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 。オッケー、投げて当たる。これはいつもの画面端コンボ。パリーかな。オッケー、もう一回行こう。そしてもう一回か。いや、俺が負けんのそんなことある。おー、やばい。これ終わった説が。大丈夫か。怖い。いや、大丈夫大丈夫。よし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 。危ねえ。焦って弾を打たなくてよかった。ラッシュ止めてからやな。ラッシュを立ち着で止めてからや。昇竜拳。下段行って、ここは、弱竜巻で締めて、第5成功。いや、届かねえ、立ち着。はっ。危ねえ。いやー、そこだったかー。スクリーパイルドライバー。飛びたい。昇竜拳。終わったでしょう。危ねえ。うー、なんとか勝てた。うおー、あい、ドライブラッシュの対応にちょっと遅れが出てたけども、なんとか勝てたね。わー、なんか今までにないすげえイケイケなザンゲーフだったなー。いやー、かなり圧倒されるところでしたけれども、今回は俺の勝ちということでいいですか。ちょっとね、相手のドライブラッシュに対しての対応がちょっと後手に回ってしまったのが難しいところではあったんですけれども、あー、でもなんとかね、こちらの攻撃はちゃんと通せて、かつ最大リターンが取れてたのが勝因だったのではないでしょうか。はい、ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様、この試合をどう評価
破するでしょうか。コメントいただけると大変助かります。そしてチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。いや本当にプロレスしてる気分だったな。